ケージの中でファントムが暴れていますね。早いところ倒しておくか。わかりました。ケージを開けてきます。ああ、ファントムの迎撃は任せておけ。うまいところお前を避けてやれる保証はないが。ご忠告どうも。では行きますよ。はっ。尻尾を巻いて逃げてもいいぜ。任せろ。お、いいな。無理はすんなよ。上がってこい。踊れ。いて。考えたっすね。はいはい、しっかりやれ。おい、面白い。正解だ。いいぞ。サポートはなる。踊れ。かかってこい。いいぜ。俺に任せとけ。情けねえ面すんな。いて、いて、油断したな。話にならない。出直してこい。今回も手強かったですね。星条旗は持っていないようだ。チッ、労力に見合わねえにも程がある。はあ、さすがにだるくなってきたな。レオナ先輩、空のケージの上に座り込んで何を。まさかここで寝る気じゃないですよね。そうだと言ったら。笑えない冗談はよしてください。ほら、先を急ぎますよ。そうガリガリするな。さすがに寝る気はねえが、こういう時こそ休息が必要なんだよ。お前も休めるうちに休んで。開いたぞ。ファントムが出てきませんね。空のケージだったのか。物陰で怯えて震えているか、それとも俺たちの隙を狙っているか。辺りにそれらしい気配はないが。ケージの奥にとどまっているのかもしれません。仕方ない。俺が。俺が。あ、覗き込んだが最後、頭からガブリと食われちまうかもしれないぜ。出てこないなら引きずり出してやればいい。こんな風にな。
尻尾を巻いて逃げてもいいぜ。考えたな。はいはい、サポートしっかりやれ。踊れ。やる。お、いいな。お、いいな。オッケーっす。無理はすんなよ。いて、いて。よし。だ、だ。おまぬけさん。お、いいな。やるな。考えたっすね。一番大敵っす。相手してやる。スレダンダン。わかった。考えたな。いて、いて。よし、ジャミル、俺に任せとけ。待て、カリム、先走るんじゃない。任せてくれよ。グワグワ。たわいないな。はい、わかった。情けねえ面すんな。やる気が。この勝負、俺の勝ち。おーい、大丈夫か。このファントムは施錠器を持ってなかったようだな。チッ、手間取らせる。ケージに隠れて出てこなかったのは俺たちの不意をつくためでしょうか。さあな、あんな姿になってもなお生き延びたかったのかもしれないが、俺たちの知ったことじゃねえ。いずれにせよ、ジローのあるファントムが混じっているのは確かだな。これまでみたいには行かないってことですね。階層が深くなるにつれてファントムが強くなっている。その分ケージの作りも頑丈だし。魔力の消耗は最低限にしないとな。どこを狙えば効率がいいだろう。やはり魔力消費を減らすには脆い部分をピンポイントで狙うしか。さっきから何ブツブツ言ってやがる。ったく、俺の手を煩わせやがって。エオナ先輩、今俺を狙いましたね。素晴らしっこさが自慢の蛇ならスルッと避けられるだろう。ほら、ファントムのお出ましだぜ。ああ、もう調子が狂う人だな。勝負？いいぜ。受けて立つ。正解だ。
いいぜ。お前は俺の手の内だ。前へ。面白い。はいはい、やるな。受けてた。逃げんな。秘策を取ろう。いいっすね。団体的っす。心が痛い。わかった。わかった。無理はすんなよ。情けねえ面すんな。いて。ほっ。いいっすね。気楽にな。朝飯前。話にならん。出直してこい。ケージの中にも施錠キーはなさそうだな。それにしてもケージの側面がかなり深くえぐれている。もし直撃を食らっていたら俺は今頃どうなっていたか。心配なら今後は俺に背を向けないことだな。この人は本当に味方なのか。静かだな。ケージの中から音はしないが。あれは清浄機。当たりだな。キーを手に入れるぞ。自由星力と牙以外に戦う術はある。正解だ。考えたっすね。踊らせてやろう。なめんなよ。わかった。始めようか。サポートは慣れてる。いでいで。よし、ジャミル、俺に任せとけ。待て、カリム。先走るんじゃない。活躍するぜ。さあ、どうだ。わかった。情けねえ面すんな。ここは俺が。いいぜ。しっかりやれ。来た来た。どうだ。やる。俺に勝てると思ったの。チョコマカと逃げ回ってんじゃねえよ。
悪く思うなよ。俺たちも命がかかってるんだ。やっぱりレオナ先輩の魔法はすごい。威力があるし無駄もない。俺はこんな人を守ってやろうなんて考えてたのか。おい、ぼーっとしてんじゃねえ。気持ちを切り替えろって言っただろ。あ、星条旗は？ありました。やっぱりさっきのファントムが持っていたようです。これでこの収容所を封鎖できる。他のファントムたちが目覚める前に外に出ましょう。ああ、落ちたタイタンは地上を目指しているはず。遅かれ早かれ鉢合わせるだろう。これまでのお遊びとは訳が違う。覚悟しろ。はい。この音、だいぶ凶暴なファントムが閉じ込められているらしい。あのケージが壊れるのも時間の問題だな。では出てきたところを迎撃しましょう。先制攻撃を仕掛けられるし魔力も温存できてちょうどいい。いいぜ、お前の案に乗ってやるよ。思った以上に時間がかかったな。まったく待ちくたびれた。せっ、尻尾を巻いて逃げてもいいぜ。わかった。奇策を取ろう。情けねえぞ。お前は俺の手の内だ。どうした見せてくれ。はいはい、奇策を取ろう。たわいないな。それで行くか。いいぜ。無理はすんなよ。逃げんな。いいっすね。無断退敵っす。いた。いた。いた。ローストにしちゃうっす。わかった。見せてやるよ。見て。ほらどうだ。俺に勝てると思ったのか。たあいもない。星条旗も持っていませんでしたね。何かおかしいことでも？随分と感情表現が豊かになったと思ってた。めんどくせえって気持ちを隠そうともしねえ。
そりゃこんな状況じゃ疲労もたまりますし、気分を害したのならお詫びいたします。いつものすかした態度よりは鼻につかない。すかし？別に普段もすかしているわけでは。さっさと次のケージに行きましょう。次はあのケージです。ああ、やっと調子が出てきたみたいですね、レオナ先輩。おかげさまで。手のかかる後輩に働かされてだいぶ体が温まったぜ。俺のせい？おしゃべりしてる暇はなさそうだ。行くぞ。ここは俺の縄張りっす。覚悟しろ。任せろ。奇策を取ろう。情けねえ面すんな。身の程をわきまえた。受けてた。スレだ。考えたっすね。お、いいな。正解だ。お前は俺の手の内だ。聞いて聞いて。よし、ジャミル、俺に任せとけ。待て、カリム。先走るんじゃない。活躍するぜ。見せて。考えたっすね。いいな。無理はすんなよ。朝飯前だ。来た踊れ。見て見て。ほら、すべてうまくいっただろ。レオナ先輩、もしもこれまで気がつかないご迷惑をおかけしていたのなら、その、はあ、何濡れネズミみたいなみっともない顔さらしてんだ。あれぐらいの軽口でしょげてんじゃね。そんな玉じゃねえだろ。いいんだが、よくわからねえやつだな。めんどくせえ。あのケージに入っているファントム、さっきからずっと暴れているな。扉が開いた瞬間に飛び出してくるかもしれない。注意しないと。
よし、やるか。はあ、今、俺の髪をかすめたぞ。警戒はしていたが、まさかこんなギリギリを狙って撃ってくるなんて。あの人、絶対に面白がってやってるな。くそ、とりあえずファントムどもを倒さないと。失敗するな。すべてうまくいく。気楽にな。俺もそうする。お前は俺の手の内だ。よし、ジャミル、俺に任せとけ。待て、カリム、先走るんじゃない。任せてくれよ。見せて。気楽にな。やるな。無理はすんなよ。情けねえ面すんな。いて。始めようか。団体的っせ。心が痛む。相手してやる。話にならない。出直してこい。水蒸気はあったか。いえ、見当たりません。そんなことより、わざわざ俺を狙って魔法を打つ理由を伺っても。何かあっても先輩が助けてくれるなんて油断が命取りになる場合もありえるからな。常に危機感を忘れないように俺なりに気を使ってやってるんだぜ。心配には及びません。レオナ先輩に背を向けるときは常に細心の注意を払っています。そいつは結構、この先も気を抜かないことだ。戦闘続けて疲れてきたな。ファントム入りのケージもまだ残っているし。おやおや、だいぶお疲れのようだ。ええ、誰かさんの人遣いが荒いせいで。元気が残ってるのは口だけらしい。ケージを開ける役目は変わってやるよ。優しい先輩に感謝するんだな。ふっ。これと勝負？いいぜ。受けて立つ。
俺もそうする。オッケーっす。サポートはない。踊れ。なめんなよ。わかった。しっかりやれ。無理はすんなよ。いて、いて、踊れ。わかった。上がってこい。ほら、ほら。俺もそうする。いいな。よし、ジャミル、俺に任せとけ。待て、カリム、先走るんじゃない。活躍するぜ。身の程をわきまえろ。わかった。油断大敵っす。情けねえ面すんな。どうだ。話にならん。出直してこい。施錠機は見当たらねえな。しょうがねえ。次を当たるか。さすがだな。ケージを開けるときも戦闘中も全く魔力に無駄がない。厄介な人ではあるが、一緒に行動したことでいろいろと勉強させてもらった。魔法師としての才能はもちろん、豊富な知識と冷静な判断力。一口に領長とは言っても、あいつとは全く別のタイプだな。